こんにちは、Gです。今回は KDE プラズマ 5.27 のお話。 KDE デスクトップが新機能を搭載してメジャーアップデート。まだ一部のディストロでしか利用できないんですが、ラズパイではエンデバーがアップデートしたので詳しく解説します。画面は KDE プラズマの公式サイトです。ここに最新版 5.27 の変更点について詳しい情報があります。ただ実装はディストロによって異なり、機能の一部が搭載されないこともあります。例えば KDE5.27 ではディスカバーがぐっと押し出されています。ディスカバーは KDE のアプリストアであり、エンデバーやマンジャロでもソフトウェアの追加と削除からインストールできます。しかしマンジャロでは同じ名前のディスカバーというアプリストアがウェブサービスとして用意されています。新バージョンの変更は多岐にわたりますから、それらすべてをご紹介することはできません。個人的に気になるところを詳しくご紹介します。リリースノートではウェルカム KDE プラズマというアプリがあるはずなんですが、エンデバー版にはありません。エンデバーのシステム設定で確認すると、 KDE プラズマのバージョンは 5.27.2、 カーネルバージョンも 6.1x に上がっています。同じアーチ系のマンジャロの KDE プラズマのバージョンは 5.26.5 のままです。カーネルバージョンは 5.15.92 ですね。まあマンジャロはアーチがバージョンを上げてもすぐには追従しないで、検証期間を置くのでバージョンアップが遅れるのが常ですけどね。なので間もなくマンジャロやガルーダリナックスも KDE のバージョンアップがあると思います。再起動して起動時のメモリー占有量を HTOP で見てみます。エンデバーは 607MB、マンジャロは 677MB でした。起動時のメモリー占有量はあまり変わりませんね。まずは何と言ってもタイリングの話をしないとね。タイリングというとスウェイデスクトップや i3 のようなウィンドウマネージャーをイメージしてしまいます。タイリングが必須という方はそう多くはないですよね。 KDE プラズマのタイリングは普段は見えなくて必要な時だけ使えるタイリングです。正確には K-WIN タイリングシステムと言います。ちょっとやってみましょう。事前準備でブラウザー Kate ドルフィンを開いておきます。タイリングのホットキーであるメタプラス T を押します。メタは Windows キーのことです。スーパーキーとも言いますね。タイリングエディターはこんな画面になります。画面が3分割されていて、それぞれにボタンが並んでる。分割部分にカーソルを持っていくと位置の変更ができることがわかります。水平方向に分割するボタンをクリックすると4分割になります。
垂直方向に分割するボタンをクリックすると上下に分割されますね。フロートタイルを追加ボタンをクリックすると画面分割ではなく四角い枠が追加されます。この枠はマウスで大きさや位置を自由に変えられます。出来合いのレイアウトを使うには画面右上のレイアウトを読み込むをクリック。ここでは画面を3分割したレイアウトにしてみます。何もないところをクリックするとデスクトップに戻ります。さてシフトキーを押したままブラウザーや毛糸を移動させるとレイアウトの位置に自動配置されます。レイアウトの間のスペース部分をドラッグして配置を調整できます。もちろん入れ替えも自在です。ちょっとフロートタイルを試してみましょう。レイアウトが重なるときはフロートタイルが優先されるみたい。あ、これはこれで用途ありそうだな。ところでタイリングって日本語訳は平面重点だそうです。それがどうしたんだという話ですが、ウィンドウを全部閉じてもタイリングレイアウトは残っていて他のウィンドウをタイリングできます。再起動してもレイアウトは残り何度でも同じようにタイリングできます。タイリングウィンドウ、これがどういいんだと言われてもそれは使い方次第ですよね。Kランナーはデスクトップ上部の検索窓です。通常は Alt スペースまたは Alt F2 で起動ということになっていますが、デスクトップにフォーカスが当たっているときは文字入力すれば Kランナーが起動します。新しいショートカットとしてメタプラス W はオーバービューと呼ばれ、検索窓とワークスペース動作中のウィンドウが一覧表示されます。検索範囲が広がって検索自体が賢くなったそうなんですが、証明の方法が思いつきません。どうでもいい機能ですが、検索窓にタイム、スペース、都市名とタイプすると時刻表示できるらしいんですが、エンデバーでは機能しません。それから KDE システム設定の検索のプラズマ検索に K ランナーの設定があるんですが、ウェブ検索エンジンがダックダック号固定で変更できないのは何とかしてほしい。ワークスペースの挙動でデスクトップエフェクトが大幅に増えました。ウィンドウマネジメントでタイリングエディターをオンオフできます。オフにするとタイリングが利用できなくなります。他の機能は個別に試してないのでご自分でどうぞ。アプリケーションの中にレガシー X11 アップサポートという項目ができています。グローバルキーボードショートカットとしてタイプされたキーの処理を指定するようですが、 X11レガシーって言われちゃってる。ウェイランドが
本流になってきたってことですね。今回もウェイランド周りのバグ修正が大量にあったようです。ハードウェアの入力デバイスでタッチスクリーン項目が追加されています。ハードウェアにマルチメディアという項目が追加されています。 CDDB 検索とオーディオ CD の設定項目があります。なんか今さらオーディオ CD がマルチメディアって言われるとなんだかね。まとめです。 KDE プラズマ 5.27.2 なかなかの出来です。まだ改良途中でベータ版扱いにしているディストロも多いようです。来年末には KDE プラズマ6と言われていますので、今年いっぱいポリッシングしていただければユーザーとしては嬉しい限りです。 KDE ユーザーの皆さん、ご利用のディストロでも間もなく 5.27 へのアップデートが公開になると思います。ぜひお試しを。補足情報です。この動画は2023年3月12日に作成したんですが、3月13日にマンジャロがアップデートしました。画面のように KDE プラズマバージョン、カーネルバージョンともにエンデバーと同じにアップデートしました。アップデートに伴う変更点や仕様は本動画でご紹介したエンデバーと同じです。ただこのアップデートは ARM 版のみであり、3月13日時点で X86-64 版はまだアップデートされていません。ご覧いただきありがとうございました。インフルエンザが流行ってるそうです。娘のところは一家全滅で、孫の子守にあたふたさせられました。幸い当家は誰も感染していません。ところで過去2年ほどはインフルエンザは全く流行しませんでしたよね。なぜなのか知り合いの医者に聞いたら、コロナで鎖国してたからだそうです。正しいかどうかは別にして、なるほどと納得がいく答えでした。じゃあ同じように過去2年ほどはひどい花粉症をあまり聞かなかったんだけど、今年花粉症がすごいのはなんで？と聞いたところ、どう答えても悪魔の証明になるような問題は立憲民主党に聞いてね、と返されました。ではまた次回。